ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、オブザーバーディスペンサーです。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは設置したレバーを右クリックして、オンの状態に切り替えます。続きまして、レバーの隣に設置したディスペンサーを右クリックして、スロット内にボートを収納しましょう。あとはディスペンサーの前に水を設置するだけ。オブザーバーディスペンサー、完成です。しかしこの装置、オブザーバー能力を一回発動すると、ただのディスペンサーに戻ってしまいますので、再利用したい場合は、ディスペンサーを撤去して、手順2からやり直してください。なお、この装置の検知面はディスペンサー前面、ディスペンサー上面にブロックを設置したり、ディスペンサー直下のブロックを撤去してもボートが射出されます。樽の開閉すらも検知するなかなかの優れもの、ぜひご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。